かわいいな、こいと正位。鶴見注意の鶴か。<laughs> イケメン。かわいいしかっこいい。仕掛けていってるな。キロランケが動いてるな アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ゴールデンカムイ第31話見ていこうと思います。はい。というわけで、俺が見たい部門ということで、ゴールデンカムイの第3期を見ているわけなんですけど、もう折り返しですね。前回まで、こう、キロランケとこの杉本が描写されつつカラフトでね、まあ、ほぼ追いかけっこ状態になってるんだけど、結局のところ追いつかず、キロランケはね、今のところこう、北に北に逃げ続けているわけなんだけど、まあ、今回でね、また追いついていけるのかどうなのかっていう、 と,ところがすすごいい悩んんでででるるわけではあるんですよ本当に今期で追いつかなかったら4期までこの追いかけっこうこう、えー、どうなっていくんだろうって思って待つのかって思うとね、なかなかね、なんかちょっと、あー、早く早くっていうもどかしい感じになっちゃうのでね。 ま、できれば追いついてほしいけど、ま、あ本当にね、前回悪調っていうことで、なんかね、嫌なことが、なんか白石周りに起きていくぞみたいなことだから、多分ね、杉本が追いつくと思うので、本当にいろいろとこう、どうなっていくのか注目していきたいなと思います。それでは見ていきましょう。ゴールデンカムイ第31話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタートレッツゴー。さあ、吹雪。 これは谷垣だな。あれ現地の、アイヌ。カラフトアイヌじゃない連れてってもらって、わ、ファイトアウトしてる。え、はぐれるんじゃね谷垣と杉本、小糸小糸あ、竜。大丈夫か なんか、大丈夫竜。あ、ずれてる。はあ、ずれてる。やばいな。音で、なんとか。はぐれた。 え行っていいの谷垣。聞こえたぞと。いやー、もう聞こえないぐらい吹雪強くなってんだ。あー、危ないね。停滞温症になる。海 あら。やばいな。<laughs> さあ、アシリパさんたちに追いつくのか、微妙なところですね。 夜を越えさあ,まあ連日連夜ゴールデンカムイ終盤に向かってコミックの方のねなんか動きがすごいのかめちゃくちゃゴールデンカムイ関連の言葉がねどん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 トレンドに上がってきてどうなってしまうのやらやらっていう感じなんですけどさあ ま、多分追いつくと思うんだよな。苦調ってことは多分、キロランキが多分ここで成敗されるんじゃないかな。結局のところ、やっぱり、杉本、えっ、ー、と、杉本第七師団、あと、肘型一派で、結局、この三勢力のやり合いになるんじゃないかな。さあ、尾形もな いいな、でも、キロラン家のこのラスボスの風格は嫌いじゃないよ、このダンディズムで。なんか、シンプルな悪って感じがね、また、ちょっといいですね。まあ多分本人的には悪の意思はないんだろうけど。救うためっていうのが色々あると思うんだけどさ。いいなっていう風に思いますね。強キャラ感がいい。さあ、鎌倉を作る気か硬いな。 うわ、藤堂ってやつだ。あ、龍。月島軍曹。とりあえずここで。 あ,あそうなんだ。賢い。またぎの知恵だ。なあ,あ。掘ってもらうの、犬に。あらとりあえず、ここで寝っ転がって。 龍はやばいなもっと下がるじゃんおそれだけまあな。 冬を生きてきたマタギの男だからなあっあ,あれだ乾燥もちくるみが入ってるやつね 覚えてないのかなんだっけケンジケまた銃声だ探してるのか <laughs> そうか。 よく言うよね、南極の人たちが。南極探検隊はそこら辺の能力を。いけなくあっ通訳しようユージザムノイ。 なんだ物見櫓なんだ明るいなに灯台大丈夫かな光になるか地下パシもちょっと怖いよなぁ。 そうだね、でも北で戦ってただもんね、ロシアと。プラジ梅ちゃんだっけおー、亡霊がうう覚えてるんだ、殺した数を。 やばい、でも分からなくなりつつあるんだなあんっはしりぱさん光灯台だ 東大だよ。移動すれば、がは勝が。だからチカチカしてたの何鶴かわいいな、こいと勝利。わーお え、ののかちゃん。菓子パンドーナツっぽいな。あ、鶴見注意の鶴か。<laughs> なんか優雅だなマジ死にかけたというのにな。へぇ。よかったね、でも。いいね軍曹がしっかり動いてくれたよ。月島さんが。 あ,あ。詳しい場。すごいな。また移動だ。 うん。ああ、ずれていることに気づいてたのか、竜だけが。うん <laughs> あらああ、痛いやつだ、これ。温めるしかない。 OK, OK. これが証言お前にかけてやるぜってやつだな。<laughs> いや、そう <laughs>。冷静に逃げてる。<laughs> 何このほのぼのと、ほのぼのとした。いや、でもいいね、やっぱり。月島軍曹すごい優秀だな。おボルチだ。 ビーツだよね。知らなかった。俺トマトのスープだと思うすけど、ビーツの色なんだってね。クースすラディッシュ。おぉ<ー>。娘 イがウィーだなうんうんええっううう うん。へぇ。えあ、でも、ウィルクって脱走兵だったっけ不要になった。娘の帰り。へぇ。あれでも、あれそっか、日本人がでも。 ウィルクがロシアの人なんだよね。だからウィルクとハーフなんだよね。日本のハーフがシリパさん。そっか、別か。キロランキか。関係者っぽい雰囲気はあるよな。スペトラーナ。 おうーん、伝えよう伝えよう。え、けどもう過ぎてんじゃないのえ、でも関係してそう。お、杉本の写真。息子だと思ってくれ。ははっ。いいね。安心できる写真だ。 クワンテカハン、ノーノーノー。スペドラーナ。ニートヨフもっと上だよね。もう国境すぎてるもんな、キロランケたちは。メコーヤシって何うん。 猫うん。えうん。山猫か。んなんで多かったの ああ、そうなんだ。うん、まあ、生まれを揶揄してるってことだもんな。わお。ぴったりすぎるな。どう思ってるんだろう、大型のことを。 うん。あら。食べられるかもしれないと。なんだろうわお、wow. はっきりと言うなさあ、尾形、くしゃみするかいなんだ猫やし。猫だ。おー。まあ、あそうね。<laughs> んーそんなのがいるんだでもタバコエリは臭いから食べないへえ<ー>そうなんだ食べたんだでも。 まあでも無駄にはしないだろうね。はは。ウィルクの情報を聞けるだけで嬉しいんだな。ソフィア。指導者。 あ、イケメン、かわいいしかっこいい。られたんだ。そういう、そういう風にしたいんだ。アシリパさんを。ソフィアみたいにしたいわけね。サハリンアコふーん。 そうなんだ。あこう送られるわけだし。だから、ちょっとシベリア送り的なものか。ええー、多いな。えやだー痛い。痛い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  えっあショーすごいねそうなのソフィアはっやじたすて。 イケメン金の手あ知りたいねあ交換国にだから行くのかおおいるじゃんめこうやし。 山猫だ。あ、感じるものがあるのか小型、何を考えてるか読めないわ。あ、いなくなっている。なんか悪調の兆しなのかな悪調の兆しって言うとなんかまたあれだけど、悪いことの兆しなのかな 尾形はちょっと、バシリとやり合ってからちょっとね、変わってきてるよね、考えが。考えっていうか、はっついてきている。すぐそばまで来ていたっていうことだ。肉覚しているわけだ。オーケーオーケーオーケー。なるほど、ソフィア、ウィルク。 ウイルクを知っている。だから、あ、本当にソフィアみたいにしたいんだろうなシリパさんを。そうなったらどうしたらいいんだろうでも。引き継ぐのかそんなことはないよないや、でもなんか、宗教じみてきたな。なんかさ、カリスマ性がちょっと出てきたよなキロラン家に。なんかすげえかっこいいなって思い始めてきちゃったもん。なんか、悪としての風格が出始めてきている。いやぁ、このままついていっていいのだろうかっていうとこだなー本ほんとに。 なんかもう死にかけながらなんとか食らいついているけど、まだまだちょっと距離はあるよなこのアコーの情報を手に入れれば多分もう、もうそこに一気に行くだけだから、だいぶぶつかってくると思うんだけどね、キロランケと杉本は。いやぁ、小型もすごい気になるなぁ。小の動きもちょっとね、怪しいところではあるんだよなまた別のとこに行くために、切るのかなキロランケを。いやどうなんだろう。難しいなー 小形自身、真の通った人間ってわけじゃないからさ。なかなかどういう行動原理で動いてるか読みにくいよな。おぉ<う>助手は結婚すればこっから出られる。お、あっスペトラーナ連れて行ったのか トビアが連れて行ったのか。お、手紙。キロランケお、匂い。あ、炙り出した。ユルバールス。ユルバールスからの手紙だと。キロランケだ。 仕掛けていってるなぁ。キロランケが動いてるなぁ。いやぁ、まじか。次回、ひときりなんだ、岡田伊蔵みたいなのが出てくるのか。<music> はい、というわけで、見終わったわけなんですけど、いやーどうなっちゃうんだろう。いやー まあでも動いてきたよな。なんかキロランケの目的がどん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 形となってきたわけで、ソフィアと接触させてアシリパから色々と情報を引き出そうという話ではあるんだろうけど、いやー気になるなー。いやーでもなんなんだろう。結局のところだってキロランケの目的って金塊で、その金塊に たたどり着くための情報をアシリパかで、引っ張り出すためにいろいろとウィルクのことを話をこうさ、こう教えたりとかいろいろとやっているわけなんだけど、ま、今のところなんか、なんかピーンとくる気配はないわけだよね、アシリパさんも。なんか本当に勉強っていう感じであちこち連れ回されて、なんか、あ、知らないあちゃの顔が見れたら嬉しいっていう感じになってるけど、 いやーなんか、キロランケ一派のなんか不安分子としては個人的にはでもやっぱりなんか白石もまあ、いつ寝返ってもおかしくないように動いてるんだけど、尾形だよな。なんか尾形の考えが今一つ読めないっていうところで、なんかキロランケにも距離を置くようになってきてるような気がしてて、この関係性よな。尾形が今もう何をもって足一派についていってるのかっていうのが今なんかはっきりしないわけよな。なんか、 なんかちょっと別のものを感じてきているわけで、どうなんだろうなちょっともうなんか、尾形というパーソナリティが見えなくなってきてるんだよな前回も含めてね。うーん、こっから先。うーん、どうなんだろうアコーまで行って、 その先に尾形は何をしたいんだろうね。微妙なところではあるものの、なるほど。山猫とこう、なんか結構揶揄されちゃってるわけなのね。第七師団では。まあ、恋と正義の口ぶり的にもね。うん、まあ、実力がある分、なんかこう人格のなんか歪みみたいなものをなんかこう取ってあげつらわれてるっていうところはあるんだろうけど、まあ確かに尾形自体本当に何考えてるかわからない不気味な存在だからね。ああいう風に言われても仕方ないのかなっていう風に思うけど、いやー、その関係性がどう今に響いてくるかっていうところではある んですよね、小形っていうののも出てくるのかなどう,なんでしょう,、ね、うーん、いや、でもいいね、なんか、鶴見中尉大好きな割に、なんかさ、月島軍曹とかもさ、しっかりこう、部下のために動けてるっていうのが、意外と情感してて可愛いなっていうふうに思うし、なんか、月島軍曹は冷静に冷静に次やるべきことを、こう、いろいろとこう、動いて、こう、探っている中で、小糸将尉はひたすら、ああ、あどうしようどうしようみたいな感じで、あわあわしてるのが、なんかすごい可愛くていいよな。マジで小糸将尉もっと掘り下げて欲しくなってきたね。うーん、いや、 いやーでもなースベトラーナかスベトラーナとソフィアソフィアゴールデンハントってすげえかっこいい名前だけどさー。 いや、なんなんだ本当に。ま、結局のところ、皇帝暗殺の目的っていうのもね、今一つはっきりしてこないわけで、この関係性と、この接触することによって生まれる目的っていうのがどうなっていくのかっていうところではあるんだよね、本当に。うーん、なんかスベトラーナとね、ソフィアが一緒にこう行動しているわけだからね。いやー、どうなるのか、これから先気になっていくので、どん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 見て、こう楽しんでいこうかなっていう風に思います。折り返しだから、多分、ま、今までのゴールデンカムイの流れを組むなら、どん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 こう加速的にね、情報が増えていって面白くなってくる。 とと思思ううののでままたた次の話をこう楽ししみにしていきたいなと思いきなすはい、というわけで、なんかコメントあればくださーい。うわー、杉本とか、やっぱり谷垣のこの知恵はすごいなとか、竜かわいいとかね。いろいろコメントお待ちしております。ソフィアさんとか、キロランキャーシルパさんとかね。はい、いろいろお待ちしております。以上、ゴールデンカムイ第31話でした。バイバイ。